皆さんこんにちは。明日も楽しいレッスンです。ヘヨン記号の苦手な子、臨時記号の苦手な子、転調を繰り返す曲が苦手な子、少しずつ読譜力を身につければ自由に曲を演奏することもできます。いつも楽しみながら学ぶこと、今日もショパンのノクターンを弾いてみます。練習を楽しみながらやることで音のダイナミクス、いろんな音楽用語や速度記号を理解しながら弾けるということはとても素晴らしいことですが、楽しいから練習、子どもたちの興味も関心を高めることも大切です。ノクターン、オーパス9の2、ミュージックオン。
向き